今日はですね、この常楽寺の分岐のこの鉄塔があるところですね、鉢巻海遊参道、こう周回なんですけど、ぐるーっとぐるーっと同じような等高線上、こう横上行くルートがあるので、そちらに行ってみたいと思います。時期的には北京の冬季オリンピックが一昨日金曜日開会式がありましてね、女子のフリースタイル、スロープか、宮部さん残念ながら予選通過なりませんでした。地元熊本なんで応援してるんですけど、また来年も頑張ってほしいと思います。ここから見る景色はですね、こんな感じで熊本の中心部が一望できるようなロケーションとなってます。多分こんな道がずっと続くのではないでしょうか。今ですね、季節は2月の上旬、やや日陰なんで、ずっと日陰なんで肌寒いですね。常楽寺店舗、先ほどの合流したところからやや道が荒れ出しましたね。この辺からやや道が多岐に分かって右左しそうですね。このコブのある木、こうねじれてるんですかね、こんなやって、こいつが見えたら、みんなの足跡から言うとこちらですね。はい、鉢巻海遊参道、こちらになってます。鉢巻に入っていきます。お、こんな山道があるみたいですね。ハイキング、トレッキング、しかも横歩き、最高です。おお、いいじゃないですか。ここはですね、枯れ沢なんですけど、橋が欠けてありますね。木を横にして橋を架けていただいてます。この倒木見えてきたら、鉢巻海遊の約3分の1が終わったところですね。位置的には真東ぐらいに位置しています。まあ、正確に言うとあの曲がり角ぐらいが真東なんでしょうけど、今の位置はここですね。この点があるところです。今から日の当たる東南面に入りたいと思います。これなんでしょうね、赤テープ。こっから稜線に行って飯玉山に抜けろ的なやつですね。多分あそこに入れますよ的なマーキングなのではないかと思われます。行ってみてもいいけどね、せっかくだから行ってみる。さっきの大きい倒木、あれですね、ピンクテープがところどころについてて、実はあの奥にもありましたね。なので直通ルートと思われます。せっかくなんで行ってみたいと思います。赤リボン、リボンですよ。黄色いトラロープまでしてあるじゃないですか。あそこが山頂ですね。見えてきました。あれじゃないの、いえ、ここから入れっちゅうことですね。無事抜けてきましたよ。はい、飯田山山頂です。山頂でした。冒険コースだったですね。このような絶景が望んでいます。今日の源泉の模様です。いつものようにほぼないですね。大雨の時に来たらいっぱいあるのかな。すいません、すいません、いつの間にか浜遊になってる。浜遊じゃなくて鉢巻海遊堂でしたね。鉢巻です。頭に巻く鉢巻ですね。あれがぐるっと巻いてるんで鉢巻なのに、浜遊になってました。なぜ浜に。はい、この2つはですね、別に葉っぱが生きてるわけではなく、風がこう当たってるから動くんですね。